浜ゆっこです。ゆりゆくです。今日は楽天カードについてお話ししますの巻。はい、早速なんですけど、楽天カードが1人2枚持てるようになりました。ただこれは今までも特定の条件を満たすと作れていました。その条件なんですけど、1枚目の楽天カードを通常カードでビザにすることです。なぜかこの条件の時だけ2枚目の楽天カードを作ることができていました。で、今回からこの条件がなくなって、誰でも2枚目の楽天カードを作れるようになりましたっていう話になります。今までだと、もし1枚目の楽天カードが JCB とかだと、2枚目の楽天カードをどうしても本当に作りたいっていう場合は、その JCB を1回解約して、でノーマルのビザカードを作って、でそれから2枚目の楽天カードを作るというとんでもないことをしないとできなかったんですよね。やっぱね、楽天カード使ってるのに、使いたいのに解約するって厳しいですよね。でもそういうことをしないとできなかったんですよ。で、今回それがなくなって誰でもできるようになったというわけですね。ただですよ、なんで楽天カードが2枚いるのっていう人もいるかもしれないんですよね。なので実際に僕は2枚持っているので、僕の使い方を話したいと思います。僕はですね、2枚目の楽天カードをマスターカードで楽天プレミアムカードにしています。で、そのカードをメインで使っています。そして1枚目のカードはもちろん通常のビザカードなんですけど、この通常のビザカードを楽天証券で投資に積み立てする用のカードとして使っています。で、なぜこれ分けているかなんですけど、引き落とす銀行を分けたかったからです。僕は投資用の銀行っていうのを別で作ってるんですよね。そこに投資で使うお金を分けて残してるんですけど、投資に積み立てをするお金はそこから使いたかったんですよ。なのでメインで使う方の楽天プレミアムカードは楽天銀行からお金が落ちるようにして、積み立てをする用のノーマルのビザカードは僕の投資用の銀行、住信 SBI ネット銀行にしています。僕のような感じで使いたいっていう人は結構便利じゃないですか。簡単に銀行を分けれるんですよね。で、しかもついたポイントは僕の楽天アカウントに一つにまとまるんで、ポイントを貯めるっていう点でもすごいね、効率がいいですよね。他にもですね、なんか用途別に分けたりとか、別の国際ブランドが欲しいっていうニーズも叶えられると思いますし、まあね、2枚目の楽天カードを作るっていうのはいろいろと便利かなと思っています。この2枚目の楽天カードを作るっていうのは僕からしたらすごい便利なことだなと思ってて、それがね、誰にでもできるように開放されたわけですよ。これだけでもね、十分すごいんですけど、なんとキャンペーンまであるんです。今回キャンペーンまでありまして、そのキャンペーンがこちら、2枚目の楽天カードを作って、でそれを利用すると1000ポイントもらえます。すごくないですか。すごい。2枚目の楽天カードが作れるのに、さらにそれを使ってくれたら1000ポイントもあげますよと、そういうキャンペーンになっております。でですね、申し込みはこちらのページのお申し込みはこちらから進めていきます。 URL は概要欄に貼っておきます。今回の動画、もしよかったら参考にしてみてください。もう2枚目を作ってしまっている人は3枚目を作ったら1000ポイントもらえるのかな。あ、それがね、作れないんですよ。作れないんだ、はい、僕でやってみたんですよ。すで、に2枚目の楽天カードを作っている僕がこのお申し込みこちらボタンを押してみたら、こんな画面になりました、はい、こんな画面になって作れませんでした。あ、それは残念ですね、はい、だから1人につき楽天カードは2枚までということですね、うん、でもこれ便利ですね。2つのカードがあってポイントが1つにまとまっちゃうっていうのがすごい便利ですよね。いや、便利ですね。うん、いや、本当ね、使い勝手がすごいいいですよ。はい、では今日は楽天カードが2枚持てるというお話をしました。浜ゆ子と秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバーイ。